今日も動画見ていただいてありがとうございます。今日はですね、お腹をねこう締めるという方法をお伝えしたいと思うんですね。でお腹をですねこう締めたいなっていう時にどうしてもですねお腹部分にこうフォーカスをしがちなんですけど、今日はですねこの骨盤の下にあるですね骨盤底筋っていう筋肉があるんですけど、そこをですね使いやすいようにして骨盤をですねこう締めることによってこのお腹周りをですねこう締めるっていう、体操をねこうしたいと思うんで、ぜひねちょっとお腹周り気になる方はやってみていただければと思います。でもし、まずですね椅子をちょっと用意してみてください。で椅子にですねこうやって座ってみるんですね。椅子に、座ってみようとします。で椅子に座った時にこの右の足をですね左のももの方にこうやって乗せてみてください。はい、でこのままですねちょっとですね膝をこうやってやるとこうやってグラグラ動くと思うんで足をですねかかとをこう突き出すようにすると足がですねこうグラグラあんまりしなくなるんですね。でこれで体操したいと思います。足をかかとを突き出してもらってグラグラしないようにしてもらって、はい、でそしたら手をね前にしてもらって手のひらを外にしてます。で右の足をですね乗せてるんだったら右手をですね上で組んでみてください。はい、でこの手はね離さないようにしながら肘を曲げたり伸ばしたりしますね。でこの時ですね注意してほしいのは曲げた時に手がね、こうやって内側に行きたくなるんですよ。で、それをしないようになるべくまっすぐ伸ばす。まっすぐこう伸ばすようにしてる。曲げる、伸ばす。曲げる、伸ばすと。で、このままですね、ゆっくり、顔とおへそはまっすぐのまま右に右に右にとこうするんですね。で顔がまっすぐのまんまに右にこうやってすると手をですねするとですねねじりが入るんですよ。手は右、体で右の方向に行こうとする、顔とおへそはまっすぐなのでこう両方ともねじれが加わるんですね。こうでこれがすごく大切なんだよね。そうするとお腹を締めることにつながりますんで、このままですねゆっくりまた肘を曲げて息吐いて伸ばす。もう少し右に行きます。顔とおへそはまっすぐですよ。で肘を曲げて伸ばす、はい、でこのままね顔をちょっと右斜めに向いてもらって左の 手の腕をですね右のももの方にこうやって乗せています。でおへそをですね前にこうするような手をねこうスライドさせてみましょうか。はい、でそしたら右手ですね右の肩を置いてもらってゆっくりねぐる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 回してみます。前回りと、はい、息止めないよね。もしできれば鼻から息吸って口から吐いて、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 で今度逆回りもね、鼻から息吸って口から吐いて、鼻から息吸って口から吐いて、鼻から息吸って口から吐いてを繰り返します。そしたら右手ですね今度は左の脇腹を持ちながら中心に向かっておへそに向かってぐーっとこうやってこの手でね絞ってみます。ぐーっとおへそに向かって、でこのままですねまた顔体を起こしてもらうと2つのねじりが入るんですよ。体のこう右と左でねねじりが入るんで
このままですね、手を内側にしたまで内回し、はい、で今度外にして外回しっていうのをね、こうやってみてください。でこれを終わったら右の足元に戻してもらうと、結構ですねこれを繰り返してもらうとお腹締まってきますんで、ぜひねちょっとやってみてください。じゃあ左足もねこうやってみましょうか。両方ねやってみてください。まず左の足を右のももの上に乗せて、でかかとを突き出してあげると膝がグラグラしないので、普通にやるとこうやってグラグラしちゃうんですけど、かかとを突き出すとグラグラします。で両手を前にしてもらって手のひらを、で左手を、左の足が前だったら左手をこうやって組んでいます。で肘を曲げたり伸ばしたり、曲げたり伸ばしたりと、でこのまま左に左にってするんですけど、この時顔とおへそは真正面を向いてる。肘は伸ばしたままでこうやって曲げないようにしてください。こうして、でもここまでいかないなと思ったら、また肘を息吐いて曲げて伸ばしますね。正面に、ね、伸ばしてみてください。こう、正面というかこの手がね、手首が曲がらないように肘曲げて、左斜めに伸ばします。肘曲げて左斜め、もう一回鼻から息吸うともう少し左に行けたりする。で顔とおへそは正面、そうすると2つのねじりがね加わるんですよ、お腹に。右と左と、はい、でこのままですね右手をですね、顔はですねちょっと左斜め向いてもらって、右手ですね左のももの方にこうやって乗せていますよ。でちょっとおへそを前に、おへそだけ前に、こう重心を前にちょっとして、はい、そしたら左手ですね、左の肩を押さえてみて、ぐるぐる回してみましょうか。前回し後ろ回しと、はい、で終わりましたら左手ですね、右のおへ脇腹持ってもらってね、中心におへその方に、おへそをねぐーっと押さえながら、このままですね起き上がってきます。ぐっとぐっとお腹にね2つのねじりが入るんですね、右と左で、このまま手を内側にして内回し、で手を外にして外回し、手のねちょっとしてみてください。息は止めないように、鼻から息吸って口から、鼻から息吸って口から吐いてを繰り返し、終わりましたらゆっくり元に戻してちょっとね楽にしてください。これですね僕はねちょっとねやり始めてからずいぶんですよ、この頬とお腹あたりがねすごくねこう絞られるんですよ。なので顔がちょっとこけるというか、ちょっとこう肉が、ね、落ちたり、お腹がですねこうグッとねここだけすごくですね細くなるんですね。だから体重は減ってないんですよ、体重は減ってないんです。なので見た目というか、このですねお腹を締めることと、あとですねこの頬がですねちょっとぷっくらしてたら、人が少しシュッとねこうなったりしますんで、僕の実感としてはですね、だからぜひですねこれやってもらうとねいいと思うんですね。であんまりでも結構かなりですねここ締まるんで、ベルトがですねかなり緩くなるというか、かなり細くなるんで、グッとね2、3週間やるだけでもうかなり絞られるんで、はい、ぜひですねズボンとかねダメにしないようにちょっと気をつけてやっていただければとね思います。はい、今日もありがとうございました。